楽しくなってありがとうよ。これでどうだ。キリトの読み通りなら、この先にベクタの影帽子がいるのよね。歌いますか？歌うわ。もしかして迷惑？まさか。その逆です。ユナの歌声は聞いているだけで力…召喚は娯楽に疎くて、だからユナの歌は衝撃的でした。あの召喚はきっとユナの…ファン？はい、ファン。神聖語で慕うもの。本当？この世界の人にそう言ってもらえるなんて嬉しい。私、たくさんの人に世界の垣根を越えて歌、次の戦い、エイジとあなたのために歌。というわけで、ドロシーの父親問題についてはあまり突っ込まないでくれると助かる。彼女に本当のことを教えれば、理解の許容量を超えて自我崩壊を起こすかもしれないか。でもアリスとユージは無事だったんだろ。あの二人は右目の封印を破ってる。それでも真実は答えただろうが、きっと本当はずっとそばにいたかったんだろうな。え？父親のことだ。授けられるギフトは全て授けて消えたんだろう。僕はとどまることを選ぶだろうが、それもいろいろあったからこその答えだ。たとえ外の体が朽ちても、その瞬間まで共にいることを選ぶだろう。ありがとう。は？何が？いや、エイジがギフトだったって言ってくれたから。カーディナルにも言われたんだけど、エイジに言われるとやっぱそうかって思えた。ドロシーは愛されてたんだって俺が思いたいんだ。そんなに大事にしているなら、せいぜい一生懸命守ることだな。ああ、言っとくけど、僕の中にはお前は入ってない。で、アンダーワールドまで助けに来てくれたのにか。うるさいんだよ。いいから行くぞ。ボス戦だ。なあ。あ、ユナ、好きなだけ歌ってくれ。うん、離れない。エイジ、どの世界にいたって離れないよ。ううん、
話さないさ。もう二度とあんな過ちはもう決して犯さない。みんな準備はいい？ミュージックスタート。
行く。参ります。食らえ、食らいなさい。Yeah!
は？なるほど。まあ。中で戦うというのは、エイジ聞いた？彼女この世界で私のファン第1号なの。はい、ファン第1号です。よかったな。ギリト先輩、お疲れ様でした。残るは秘匿エリア、秘匿エリア、ジャイアント寮、近畿の神殿、湾曲。でもまずは一旦お カーディナル、報告は以上だ。それと、物騒な噂を聞いた。聞いておったか。わしも調査を進めている。ベクタの呪いと同時期に発生していることが気がかりでの。お主らの言うスーパーアカウント、その中でもベクタのアカウントにはフラクトライトに干渉する能力が付与されておった。洗脳、記憶の操作だな。ベクタの影帽子の存在が露見してから、いけないんだ、サボってる。あ、なんだお前。暗黒騎士団今訓練中でしょ。こんなところにいるの見つかったらシャスター様にメッテされちゃうよ。ああ、そういうことか。なるほどな。俺は偉い人から特別任務をもらってるからいいんだよ。特別任務、そんなのお前に教えるわ。はあ、アリスとセルカ。ガキ、お前あの女し…ん？騎士様、お城の中で働いてるのに。へえ。セルカは今、お城の中で戦争で傷ついた人なの。ドロシー、ドロシーは。あいつは何か特別なのか？ブロ、
いや、ま、どうせそんなことないよ。ドロシーはお父さんがリアルワールドってところの人で、新世リアルワールドの男が父親、いい情報だったから見逃してやる。ブロにいい土産話ができたな。次はヒトクエリア、オーガリオ、キンキン。キリトー！お待たせー！アスナがお弁当作ってくれたよ。ごめんね、どうしても作りたくて。長旅になるんだ、弁当はいつでも歓迎だよ。じゃあ行こうか。あ、おや？いや。ほう。ああ。だけど。それと、なるほど。でも、そういえば、ここだ。へえ、ここがオーガリオか。確かに木が多いな。根が張ると芝生も育ちにくくなります。キリト、早々に切り倒すとしましょう。わかった。でもそういうことなら、なあアリス、どうせなら競争しないか。ほう、珍しく私もお前と同じことを考えていました。なら話は早いな。俺はここから左側、どちらが早く切り倒すか。ごめんと、切り終えたらまたここで落ち合おうぜ。わかりました。フルグル、開始の合図をお願いします。
わかった。はじめ。よし。やりますね。で。よし、調子が出てきた。キリトもやりますね。ですが私も負けません。どうにか片付いたぜ。あ、あれ、アリス、もう戻っていたのか。キリト、終わったのですね。そうだけど、ああ、俺の負けか。結構自信あったのにな。いいえ。え？あれを見なさい。一体何が？鳥、ヒナ。ああ、そういうことか。すみません、フルグル。この木を切り倒すのは待ってもらえませんか。構わない。ありがとうございます。ヒナたちが巣立つまでの合間、些細な救済ではありますが。強い者が決める。それが掟。光の巫女、一番強い。そうでしょうか。それに私はもう光の巫女の事実、今こうしてたった数羽のひな鳥の命にためら、光の巫女が決めた、あのひな。そうならいいのですが。どういうことだ。おう。へえ、まあそうだ。ほう。ふん。ああ。いや、まあ。